モグラの新たな犠牲者となった新谷弁護士、その生前最後の通話履歴から矢上を破滅させた3年前の事件がよみがえる。病院から連れ去られ山に埋められた入院患者、矢上の弁護で罪を免れた容疑者大久保新平は、そのわずか一月後、包丁で刺した恋人寺沢恵美に火を放った。新谷弁護士殺害事件の重要参考人として話を聞かせてもらう。何だと？源田法律事務所の星野と言います。刑事さん、これは任意の同行ということですね。ええ。矢上さん、どうします？お断りします。何？では、そういうことですので、お引き取りを。大事にしたくなきゃ一緒に来た方がいいな。今だから任意で済んでんだ。そんな脅しは弁護士に通用しませんよ。あの、よそでやってもらえませんか？私も暇じゃない。法廷から逃げ打った弁護士には通じるんだよ。叩きゃ埃だらけだしな。おとなしくついてこい。札なんか取ったらこっちも引けなくなるぞ。取れるもんなら取ってこいよ。俺を疑う根拠はどうせ何もないんだろ。なきゃ作ってやろうか。おい、よそでやってくれ。後悔するぞ。黒岩さん。君らも出て行け。その前に庄野さんと話をさせてもらえませんか？なんで新谷から電話がかかってきたのか、そのあたりを。だから庄野にも心当たりはないんだよ。さっきそう言ったろ。もうお引き取りを。わかりました。お忙しいところどうも。なんかいろいろ妙なことになりましたね。あの刑事、矢上さんを重要参考人だなんて。ああ、何言ってんだかわからねえけど、それより俺らがここに来てることがなぜか筒抜けだったな。そういえば警察はどうやって僕らの居場所？さあな。それより今は庄野だ。せっかくここまで来たんだし、なんとか直接話がしたい。ですね。どこで会えるか受付で聞いてみましょう。いらっしゃいませ。あの、さっきセンター長室にお邪魔してたものです。え？ああ、はい。何かお忘れ物でも？いや、急で恐縮なんですが、実はアドデックナインの庄野さんともお話ししたくて。どちらに伺えば会えますか？それですと、開発研究棟ですね。異常タンパク質の研究フロアだと思います。あ、もしかしてゴールドのカードキーがいるところ？ええ。でもセンター長の了解が取れればお貸し出しできます。ちょっと聞いてみますね。失礼ですが、もう一度お客様のお名前を。あ、なら悪いからいいです。木戸さん、さっき忙しくしてたから、また出直します。いいんですか？センター長の耳に入ったら絶対止められますもんね。でも一応庄野の居場所は分かったな。ええ、案内掲示板か何かあれば。あの、すみません。何か？こちらの女性が庄野のスタッフで、ちょうどこれから開発研究棟へ戻ります。え？橋本と言います。もしよかったら私が庄野のところへご案内しますが。
いいんですか？ええ、ぜひお願いします。よかった、今ちょうど橋本さんがここを通ったものですから。ありがとう。ではこちらへ。どうも助かります。矢上と言います。僕は源田法律事務所の星野です。ご親切にどうも。いえ、センター長のお客様ですから。ここはとにかく広いので案内もいるでしょうし、ご不便をおかけしてます。あ、別。橋本さんはここではどういう？アドデック9の開発ユニット所属です。そのユニットリーダーが塩野で、私は一番下っ端ですね。そういえばアドデック9ってどういう意味なんですか？アドデックは先端創薬開発センター、アドバンスドドラッグデベロップメントセンターのイニシャルです。そこで開発される9番目の薬なので。だからアドデック9か。認知症ってまだ治す薬がないんですってね。今は病気の進行を抑えるのが精一杯だとか。でもだからアドテック9は期待されているんですよね、アルツハイマーを治せるって。ええ、日本で認知症の方って何人くらいいるかご存知ですか？多分何十万か100万人超えてるんですかね。ええ、2012年の時点で462万人です。そんなに？これが2025年には700万人、予備軍を含めると1300万、国民の9人に1人です。うえ。でも今の時点でもう施設はいっぱい。60過ぎの方が認知症の親を家で見てるとか、そんなケースもザラです。さらに世界で見ると2050年の認知症患者は1億3500万人、つまりアドデック9が救おうとしているのは全世界の未来なんです。僕らさっき木戸さんに結構失礼な口聞いちゃってましたよね。まずかったかな。センター長は多分歴史に名が残る人ですよ。3年前から随分出世したんだな。道理で偉そうにしてた。こらこら。あちらに小野が。じゃあ私はこれで。小野さん。八神さん、なんでどうやってここに？少しだけお話を伺いたいんです。いや困りますよ、センター長は知らないんですよね。どうされました？一ノ瀬さん、いや、その生野さんが大声を上げるなんて珍しい。あんたさっきロビーで見たの？私は一ノ瀬と言います。厚生労働省の者でしてね、アドデック9への政治的な支援をしています。木戸さんはあんたを事務次官と。生野さんが迷惑がられてます、お引き取りは。事務次官っていうと官僚のトップですよね。役人ならあんたの言うことを聞くんでしょうが、俺は違いますよ。なるほど。生野さん、少しだけお話をさせてください。それが済んだらすぐ帰ります。困るんですって、センター長のいないところで。新谷はなんであなた宛に電話したんです？だから新谷なんて名前聞いたこともないんですよ。大事なことなんです。何か心当たりがあるはずだ。何もないって。もうお引き取りください、センター長に連絡します。わかりました。じゃあ最後にあと一つだけお願いします。
アドデック9というのは画期的な新薬だそうで、厚労省の予算でセンターの建物も新しくするとか。随分金が動いてますね。それが？その関係者であるあんたに、新谷は接触しようとして殺された。こう言うと随分気な臭く聞こえますけど。だからそういう話はわからないんですよ。金のことならセンター長の方がよっぽど詳しいです。もう仕事に戻らせてください。あんたらここで何してるんだ。センター長、もう帰ったんじゃなかったのか。こそこそ何をやっている。新谷からの電話について話を。翔野は何も知らないと言ったはずだ。ご本人の口からはっきり確かめたかったんです。君、セキュリティに連絡を。もう帰りますよ。行こう、星野君。弁護士会には大臣の名前でクレームを入れておきますよ。大臣？厚労省の。ああ、風見大臣はうちの新薬に大きな期待を寄せている。きっと君らの行動をお気に召さないと思うね。結局分からずじまいでしたね。新谷先生がなんであの翔野さんに電話したか。八神さん、厚労大臣がどうのって話は最近神室町でも聞いた。はい、いつだった。あれは誰と話した時に厚労大臣の名前が。綾部からだ。テンダーで飲んだ時、あいつが話の中で